サントリーリザーブは、サントリースピリッツが製造し、サントリー種類から販売されている、純国産ブレンデッドウイスキーの一つである。サントリーの前身、ことぶき屋の創業年の1899年から、数え、70周年を記念して発売された。サントリーウイスキーの中では、ホワイト、レッド、角瓶、トリス、オールド、ローヤルに次ぐロングセラーブランドである。 先代、鳥井慎二郎の遺志を継いで社長の座に就いた佐治慶三は1962年の酒税法改正を機に新たなウイスキーの開発を進める。それまで雑種として扱われていた洋酒が法改正によって細かく分類され、ウイスキー作りにおいて絶好の機会であった。競合他社の日課ウイスキーは、 一足場約1964年にモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドさせた二級ウイスキーのハイニッカ、さらにその翌年には特級ウイスキーから一級ウイスキーに降格し全面改良を施したブラックニッカも発売しており、これがヒット商品になっていた。一方サントリーは戦前の1930年に発売され、その後売れ行き不振で、 出荷停止になっていた赤札にさらなる改良を重ね名前をサントリーレッドへ改めて1964年に市場へ投入するもこれは決定打にならなかったさらに同年最高級モルトウイスキーの実を厳選した特急のブレンデッドモルトウイスキーのインペリアルを送り出したがこれはかえって販売価格が高額すぎたため売り上げは一時的なものに止まったサントリーは 1970年の大阪、地里で開催される、日本万国博覧会にパビリオンを出展することが、決まっていたことから、海外から来たお客さんが見ても、見劣りのしないウイスキーをというサジの号令のもと、新しい製品の開発に乗り出し、日本万国博覧会開催の前年の1969年に、サントリーリザーブは誕生する。都市圏のバーやパブなどの店では、 当時は高根の花で手が出なかったオールドよりも頼みやすいとたちまち評判になりサントリーリザーブは新たなサントリーの看板商品になる。同様に同伴クのパビリオンでもサントリーウイスキーは世界各国の観光客から評判を持って迎えられた。また発売当時の国産品と呼ばずに国際品と呼んでくださいというコピーからもわかるように 1971年の、白来ウイスキーの自由化の到来により出来上がった、白来 VS 国産という構図に、世界基準に品質という概念を取り入ることで、同社のウイスキーのブランドイメージを確立させようという狙いもあり、それが、見事に当たった結果となった。くしくも1969年は、日華ウイスキーが、宮城京上流商春行しており、ここからサントリーと日華、 さらにキリンビールとカナダのシーグラムとイギリスのシーバスブラザーズが三国共同で組んだキリンシーグラムや山岳オーシャンなどを巻き込んだ本格的な洋酒業界の競争が始まってゆくことになる。リザーブウォーター館ありがとうございます。